ことはできません。123m です。続いては最終組、ライトナーと普通に飛べばアイゼンビフラーに、あ、アイゼンビフラーを窒息させることができる小足料理です。男ヒルシャー、純ちゃんの不調を一気に背負い、年明け前にシーズン実質を勝る、1位の選手の酸素吸入発覚分、テペス334。あれか。あったな、そういえば。悲しい事件が。ヒルシャー倒したのに酸素吸入でアウトって本当に、シャレにだな。一生根に、一生、頭に残るよね。キリシャー倒してお前酸素吸ったからな。ライトナー、ライトナーとこ、ライトナーはさあ 86.5 の音です。K 点に届きません。確かにそうだな、予選ギリギリラインを飛ぶのにね、117m 別に全然見れないジャンプじゃないからね。酸素吸入くらいで速くなんのかよ、テペス334。これな、ほんと。さあ小林陵侑、アイゼンビフラーにナイフを突き刺していくことができるのか、それともナイフが突き刺さるのか。 86.9 の飛び、あー135? もっといく？ 136.5m! インスブルックでこの距離飛べちゃう！向かい風、強い向かい風やす、一気にシリーズ決めた、テペス334。ウイニングジャンプ！ウイニングジャンプだ、小林陵侑。約20年ぶりのジャンプ週間総合優勝をほぼ事実上決めるジャンプと言っていいでしょう、小林陵侑。 136.5m 5×3 136m 137ポイント。What the fuck? 58.5 でくさ、テペス334。おかしいだろ。10.2ポイント差。バグ、テペス334。バグだ、バグバグ。あってはいけない、あってはいけない。勝利しか知らない男、テペス334。いやー、ほんとだわ。なんだろうな、カムリストップとは違うヤバさだよね。なんかキャラクター好き的な意味でさ、なんだろうね、本当になんか麻雀って楽しいよねとか言いながら周囲をボコボコにしとるさ、あの何、麻雀漫画のサチの主人公みたい。スキージャンプって楽しいよねニコって言いながら、こうみんなの希望をぶっ壊していく感じね。もうリンシャン解放ですよね、本当に。歩くリンシャン解放だ。意味がわからん、本当に意味がわからん。なんなんこれ。それをブラウザー操作上げます。起きてはならないことが起きました。
そう表現していいでしょう。 10.2 ポイントでステファン・クラフトに対して 10.2 ポイント、アンドレス・トゥレーネン、ティミー・ザイト、ステファン・ライエ 120.4、 佐藤ユキヤが 120.2 で6番手に入っています。これ半分神話だろ。テペス334。本当だわ、半分神話だわ。アイゼン・ビフラーはこの1本だけで23ポイント小林ロールに引き離されます。もうこれで逆転の可能性というのが小林陵侑が大病にかかるぐらいしかなくなりましたね。それか何年もの前の笠谷氏のように日本に地味ザジクさん地味にやってることやばくね。テペス334